はようございます。クリスチャンビジネスマン中村エピソード66です。実は昨日12月28日2017年、取り忘れちゃったのでパパッと今日は午前中取り朝取り、もしできたら今日、29日ですけれども9日分をまあ後で取ろうかなと思ってます。おはようございます。まあ昨日の分で言うとまあ前夜早く寝たということもあって、結構ねいい朝を過ごしました。どんな感じだったのかな。朝、3時に起きて、朝ね欠かさずやってることを、3時から3時半ぐらいまで、やってで、その後3時半から4時20分ぐらいまで、またがっつり仕事をしてで、3時20分から3時半、10分ぐらいね、で近くの10分ぐらい、したところにあるスタバに行き、お客さん、1人目でした。イエーイ。であれこれどこだったかな、これだったかな。ちょっとねこの近辺やっぱり慣れてないのでなんかね迷っちゃうんですよね朝ね。そう、まあ、とにかく、ごめんなさい、だらだらと。そう、そしてね4時半から、お客さん、1人目でですね昨日、スタバで4時半から、何時だ9時半まで、がっつりやっちゃいました。非常に良かったです。まあ、何時だろう8時ぐらいまで、自分の、ビジネスやってその後は、いつものなんだ出勤してるあの会社の、仕事を、リモートというのはパソコンでログインして、オフィスにいないんだけれども外から仕事をしました。で、9時半からパッと帰り、10時からもう一度またログインして、10時からお客さんとのこれはいつも出勤してる会社のねお客さんとのコールに出て、その後はまた、それが12時ぐらいまで続いたのかな。でそこでまあ今日 は昨日は半日ということで、約束してたので上司にそれで昼で切り上げで、その後息子に飯を食わせ、家内と娘はねちょっと外に出てたので、息子に飯を食わせ昼寝に寝かせで自分はその後45分ぐらい、昼寝をしその後はそうですね子供とちょっとまた遊びまあそんな非常に優雅な、一日でした。やっぱりね朝自分のやりたいことをしっかりやっとくっていうのは非常にいいですね。やっぱり感情面でもこう自分の自信自分への自信、もね非常に鍛えられてるかと思います。やっぱり自分のコントロール内のことはねしっかり責任持ってやることによって、やっぱり周りになるべく振り回されない、生活ができるということでいいですね、と勝手ながら思っております。はい、ちょっと迷っちゃってるのでここで、やべえな、なんでこうやって迷うわけ。おー、後ろから来たー。 OK、 そんな朝です。今日もね、これからお客さん一人目になりますね。4時半でスタバに着き、しっかり、4時間ほど4時間できねえな3時間、仕事してねそれで帰りちょっと親戚周りの、今日は用事があるので、それにコミットしたいと思います。そんなとこです。 OK、 エピソード65ちょっとダラダラ長かったですけどまた今日も頑張っていきたいと思います。 OK、 バイバイ。